はい、どうもこんにちは。ひらめすきです。さあ、今日もやっていきましょう。ぷよぷよテトリス。ということで、今回は第5話、再開。赤ぷよぼうか。赤ぷよぼうの女の子。いきます。これが相手だ。ん？何？アミティっていうか、うん、これがぷよぼう、赤ぷよぼう、うん、いたなあるカーバンクル、いや本当マジで最近こういう商店街にね行ってないんで、スーパーばっかりだから商店街行きたいな、誰？ありありあり。その通り、私安藤リンゴです。ほう。思った通り。なんでここにいるのかわからないけど、赤ぷよぼうの女子って言った。って言ったら？うん、私アミティ。うん。夢は素敵な魔導士。なるほど。夢はポケモンマスター。はい。隣にいるのは誰？はじめまして。うん。紹介します。こちらの少年は T。T。いずれスペースシップに乗せてくれる人だよ。すごいよな。おいリンゴ。うん？俺の紹介が君の欲望にまみれてるぞ。まあ確かにそうだね。こちらは O。丸くて黄色くて、なんかすごいらしいよ。すげえ紹介だ。うん、よろしくね、T、O。この紹介で納得されると困るな。まあ、いいじゃん。俺は T、テト号の艦長でテトリス賞を日々。長いからいいよ。聞いたことがあるような、ないような。ああ、実際に見たら早いかな。するのか。するんだ。らしいね。それがね、アミティ、ちょっと違うんだよ。でも勝負は不思議とできちゃいますので。はい。何はともあれ、行ってみよう。うん、わかった。それじゃあ、行くよ。はい。ああ、勝負だ。じゃあアミティに勝利しよう。へえ。あ。今気がついた。星がもらえるんだ。へえ。今まで、星いくつぐらいで買ったんだろう。さあ、行くぞ。あ！ミスった。こっちでいっか。どうしましょう。ホールド。はい。よいしょ。よし、やっとこれで一番下の段を消すことができた。よいしょ。はい。
挑戦ならいつでも受け。星1ってこと？星1か。こんな感じ。星3とかで勝ってみたいな。びっくりした。でも楽しかった。よかった、楽しんでもらえたらよかったっす。それに、Dのこと不思議と分かった気がするよ。分かったのか、これで。ああ、俺も不思議な気分だ。ピピピ初めて会った気がしないというか、というか、ピピピピ。あ、そうだ、リンゴ。何？私、探してる子がいるんだった。はい、多分私たちも同じ女の子を探しています。そうなのかな。そうなのか。それでは引き続き、どこかからグーグーって声が聞こえないグーグー、注意しながら探してみよう。へ、グーグー、何ということ。ピーピー。ああ、終わった。はい、というわけで次はこっち行く。出会ったキュートな2人。はい、というわけでね、今回はとりあえずこんなところで一旦終わりにします。まあ少しずつ上達してるんかな。今回はさ、星1だったけど、見ると前回は星2、前々回は星3で勝ってはいるんだよね。はい、なのでちょっと前回の星に、今回の 星1、いつか時間があったら全部星3にしていこうと思います。というわけで、まあ今回はこの辺で、よかったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。じゃあまた、バイバイ。